これは新しいおもちゃ。HK、なんだっけ、SL8223 レミントン。えらい高いやつみたいだけど。確か、30万ぐらい近くするのかな。よくわからない。自分が金払ってないから。これからバラします。ちゃんとバラせるかな。これがガスピストン分。打った後に弾がここのあたりからガスが入ってピストンを押して、で、これで、チャージングハンドル部分はどこ行ったっけ？これだ。この部分はここにあって、これをシャキーンと押すような装置。AR の15とはちょっと違うピストン式。このストック僕はマグプールの、こういうふうにしたい。コラプセブルじゃなくて、曲げられるか。なんていう方式だってよく覚えてないけどね。アフターマーケット。それで、この、ロアの部分は、アフターマーケットのマグプールがつくような、穴が開いてるので、これは後から付けたそうです。ところが問題はここのところね、角がねちゃんと取れてなくて痛い。特にここの部分が、どこだっけ、ここだ。ここの部分のこれ、そのまま露出してて指を怪我するので削ってほしいというので打ちに来ました。さて、どこまでバラすかな。トリガー部分外さなきゃダメかなね。サンタペーパーかけるのかな。トリガー傷つけちゃまずいし、外しちまう。これのすごいのは、引き金の部分がプラスチック、プラスチックじゃないかな、これ鉄かな。プラスチックにしか見えないけどな。これで引っかかってセット。それで引き金を引くとって感じ。この部分でやってる。デュアルステージってタイプか。うん、すごい、なかなかユニーク。